こんにちは、葵です。今日は味噌汁の作り方とそれからおすすめの味噌汁の具材をご紹介します。今味噌汁って言った？おすすめの味噌汁の具材をご紹介します。この具材の組み合わせは保育園でもとっても大人気なので、ぜひ味噌汁の具に困ったらこれを作ってみてください。今日はだし汁の取り方もご説明するんですけれども、もちろんだしパックを使っていただいても大丈夫なので、市販のおすすめだしパックについては以前の動画概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。それでは早速作っていきましょう。これが定着しつつある。葵の給食室。まずキャベツを切っていきましょう。キャベツは真ん中の芯を切り落として、でキャベツは両面しっかりとこう1枚ずつ剥がして、虫がついてないかっていうのをよく確認しながら洗っていきましょう。キャベツをよく洗ったら、だいたい2センチ幅くらいのざく切りにしていきます。この新調した包丁、あの刃がねすごい長いので、この長い刃物もよく切れるという、すごい効率が良くて切りやすい。切るのが楽しい。あの以前友人宅に行ってカレーを作ったんですけど、その時の友人が使ってた包丁がちょっと切れにくくて全然切れなかった記憶があって、やっぱり包丁の切れ味って料理の効率の良し悪しが決まるので本当に大事です。今日のもう一つの具材はコーン缶を使います。味噌汁にコーン缶って多分意外で驚く方も多いと思うんですけど、これ入れるだけで本当に味噌汁がすごいね甘くなって、子供がよく食べるんです。私も初めてコーン缶入れた時に、なんか結構大人たちが味噌汁にコーンってなったんですけど、食べてみたらもうこの美味しさに大人もハマって、本当によく食べてくれるので、もしね具材困ったらぜひコーンを入れてみてください。でこのキャベツとコーンの組み合わせが最高に美味しいです。で保育園で缶詰扱う時は洗って消毒をしてから扱うようにしてください。うん、いい匂いだ。でコーン缶は水気を切っておきます。だし汁の取り方です。まず昆布をこういったザルに入れてお鍋にセットします。昆布をお鍋にセットしたらお水を入れていきます。昆布は必ずお水から煮出していきましょう。でお味噌汁とかで出汁取る場合は少し煮出してる間に蒸発しちゃうので、蒸発分考えてちょっと多めに水入れとくのがおすすめです。昆布は沸騰させてはいけないんですね。沸騰させてしまうと昆布のえぐみが逆に出てしまうので、沸騰直前で取り出すっていうのが一番大切なポイントです。沸騰直前ってちょっと分かりにくいと思うんですが、今お鍋の底とか、あとこの網の周りに小さい泡がついてると思うんですね。でこの泡がボコボコと大きくなってきたら沸騰しているっていう状態なので、泡が小さいうちに取り出します。なのでもうだいぶこの周りに泡が小さいのがついてきたので、この段階で昆布は取り出しましょう。なんかグツグツ煮た方が美味しい出汁が出るんじゃないかって思いがちなんですが、昆布は沸騰させない方がえぐみが出にくいので美味しくなります。でこのままねひょいっと開けちゃえば本当に楽なので、すごいこれおすすめです。保育園式なんですけど、これは。で昆布を取り出したら一旦沸騰させます。あ、やばい、ここにスマホ置きっぱだった。昆布だしが沸騰したらここに鰹節を入れていきましょう。鰹節を入れたらもう火を止めて、このまま鰹節が沈むまで約3分間待ちましょう。だんだんこの鰹節の旨味が出て、だし汁の色がね黄金色に変わってきます。3分経ったので鰹節もこのまま取り出します。で鰹節はこのお箸でここをギュッギュッとやってしまうとえぐみが出るので、持ち上げてそのまま取り出します。こうするとこさなくていいので本当にねすごい簡単です。だし汁が取れたら沸騰させて具材を煮込んでいきましょう。だし汁が沸騰したらキャベツを入れていきます。今日はキャベツどっさりキャベツどっさり味噌汁で、キャベツ入れたらもうここにコーンを入れてしまいます。入れて一緒に煮込みます。
なんか野菜スープっぽくて味噌汁っぽくないですよね、この組み合わせ。これがね本当に美味しいんですよ。でしかもコーンってあの包丁使わないからすごい簡単だし、パパッとできるこの具材は。そしたらキャベツが柔らかくなるまで少し火を弱めて煮込んでいきましょう。今だいたい弱火で15分ぐらい煮込んでます。それぐらい煮込むとキャベツがだいぶ柔らかくなって噛み切りやすくなってますので、味噌を溶いて仕上げをしていきましょう。味噌汁ご家庭で溶くときって多分頭の中で溶く方もいるかな、味噌かもしれないんですけど、保育園では味噌をボウルに入れてこの中に出汁を入れていきます。でもこのボウルの中で泡立て器使ってしっかりと溶きます。量がね保育園だとたくさんあるので、もうボウルで一気にガーッと溶いてしまってこのまま入れるっていう方法でやるとすごい簡単です。でそのまま戻します。おお、美味しそうな匂いでもう味噌を入れたら火をもうすぐ止めちゃってください。で味噌は入れてぐつぐつ煮込むと味噌の風味が落ちてしまいますので、味噌は入れたらもうすぐ火を止めるっていうのは必ず覚えておいてください。美味しそう、できました。もうあっという間に美味しそう。葵の給食室、給食給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。美味しそう、とってもいい香りがします。まずは汁から。美味しい、甘みがすごい出てる、たまらんなこれは最高に美味しいですしっかりとこのキャベツとコーンの甘みが加わっているので味がかなり濃厚です。で味噌汁のこの塩分濃度は大人の味の半分の量ぐらいで作られているんですけど、しっかりとだし汁を昆布と鰹節で取ったっていうのと、あと甘みの強い野菜を使ってますので、これだけでもね十分味をしっかり感じられます。個人的にはもう少し薄くてもいいかなっていうぐらい本当に美味しい。この塩分のお話になると、今基準値がどんどんこう必要な量っていうのが下がってきていて、もともとはこの味噌汁の味噌の量も今まではもう少し量が多かったんですけど、2020年に基準値が改定されてから毎日食べる味噌汁なので、この味噌の量をねだいぶ減らしたんですね。で、まあ、今後も食塩量ってどんどん必要な量が下がっていくって言われてますので、まあ、今からこの薄味で慣れていただいて、なるべく食塩量を取らないような食生活をすると、子供もそうですけど大人の皆様自身も高血圧になりにくい体になりますので、子供用の味噌汁で大人を満足できるような食生活をぜひ継続してみてください。 YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。